れていつも鬼滅が、それがグッと立っていないと字が大きくなるんですよね。楷書のようにドスンと筆をこう起筆をしっかり入れるんではなくて、スーッと軽く入りますと動きが出てきますね。いつも筆の先からグッと持ってくるということですね。離れてるんですが、筆の先からスッと入る。そうですね。そうすると、線が切れていてもこの気脈が通って見えますよね。だからこの筆の先をうまく使い込むということですね。まあそれには筆がグッと立っていないと、筆先がうまく動いてくれませんのでね。筆をグッと落としたり上げたりという動作の繰り返しだと思ってください。
少少になると業種よりもさらに動きがこう大きくなるですね。ゆったりとした感じですね。こういう画数の少ない字ってのは特にちまちまっと書かないで大きな腕の動きで持っていくと、そうすると伸びた感じがしますね。で、まあ草書なんかも、こういうとこですね、ぐーっと直線で持っていくよりも少しこう、曲線が入った方が線が長く見えますし字が大きく見えますよね。それともう一つこういうところですね。これも行書のところもちょっとお話ししたんですが、筆を持ち上げたり下げたりするんですが、こういったらここでグッですね、こうやって持ってくるとまあ蛇がのたうったような感じになりますけど、ここでグッと持ってくると動きがこの部分とこの部分の動きが変化が出てきますね。ですので筆を一旦持ち上げて一気に持ってくるということですね。こういう感じですね。で点は無につなげなく、後から筆離して書いても結構ですね。